ルイス・ヴァン・ホーテ・ルイ・ヴァン・ホーテは、ベルギー園芸家である。1836年から1838年まで、ブリュッセル植物園のために働いた。シャルル・アントワーヌル・メールやミハイル・シャイド・バイラーと共に、多くの図販を載せた園芸月刊誌、ヨーロッパの植物を発刊したことで知られる。イーペルで生まれた。はじめブリュッセルで、財務省の役人を務めるが、ヨカを、 植物園や自宅で植物学の研究に費やし、パルマンティエやデボンらの植物学者や地方の園芸家と付き合った。シャルル・フランソワ・アントワーヌ・モーレンらと1832年に月刊誌、ベルギーの園芸を創刊した。119点の手彩色の版画やリトグラフの図版と78点の風景版画が掲載された。1830年代以降のベルギーでは、 園芸の分野でイギリスが支配的であったのを打開するために園芸業者と主要な植物学者が協力した時代であった。バンホーテは種子や園芸用具を売る店を開き熱帯の植物がヨーロッパに急激に入ってきた時代は事業を成功させ植物学の研究に十分な資金をもたらした。結婚後一年で妻を失った失意からデボンとベルギー国王のために ランの収集のために、ブラジルに向かった。1834年1月に、リオデジャネイロに出発したが公転で、カーボベルデに泊まり、1834年5月に、ブラジルに着いた。リオで、コルコバードに登り、ジュルジュバで採集を行った。二役のための助手を雇い、ランの産地のオルガン産地を旅した。次に、ミノスジェライスを7ヶ月間探索した。 マットグロッソ州、コイアス州、サンパウロ、パララナ州を訪れ、イギリスの植物収集家、ジョン・トゥイディと出会い、一緒に最終旅行を行った。1836年までブラジルでの旅行を行って帰国した後、ヘントに園芸学校を開き、園芸雑誌、フロアで世愛でジョドンでいるヨーロッパを創刊した。 この雑誌は1845年から1883年まで23巻が刊行され、2000以上の彩色図版が掲載され、番法帝の没後も刊行された。アドルフ・パプルと共同で変と近くのジェンテブラガに栽培園を設立し、成功した。ヨーロッパの乱愛好熱の高まりから、アメリカ大陸に多くの植物収集家を派遣し、 乱や珍しい植物を探索させた。ヨーロッパの植物園のために植物を育成し、エドゥアルト・オージスの助けを借りて、ヨーロッパ大陸で最初に、オーオニバスの栽培に成功した。1870年代には栽培園は14ヘクタールの広さに達し、50の温室を備えるまで繁栄した。没後は、事業は息子に引き継がれた。ファンホーテは、 植物の学名で命名者を示す場合に類番法定を示すのに使われる。ありがとうございます。